キングプリンスの元メンバー、キシユ平タ、ヒラ神シ寺優ジングジユタ、トベで新グループ、ナンバー、愛を結成。日本のエンターテイメント業界において、10月15日、驚きの発表が行われました。キングプリンスの元メンバーであるキシユタが、滝沢秀明氏による新しいエージェンシー、トベに所属することを公表し、さらにはキングプリンスの仲間である平野紫耀 神宮寺雄太と共に、新たなグループ、ナンバー、アイ、ナンバーアイを結成することが明らかにされました。この発表は、10月15日の18時30分に YouTube 生配信で行われ、ファンにとっては驚きと期待に満ちた瞬間となりました。トべとは、滝沢秀明氏によって設立されたエンターテイメント会社であり、その名前はすでに多くの人々に知られています。岸雄太がトべに所属することで、 その新たなステージに飛躍することが期待されます。戸部はアーティストやエンターテイナーの育成とマネージメントを手掛け、その背後には滝沢秀明氏の長年の経験と成功があります。岸優太の新たな始まりが戸部であることは、彼のキャリアに新しい可能性を切り開くでしょう。さらに、驚きながらも嬉しいニュースとして、岸優太、平野志洋、神宮寺優太は、新たなグループ、ナンバー、愛を結成し、 共に活動することを発表しました。この新グループの名前、ナンバー、愛には、彼らの思考や意味が込められています。名前の由来は、愛に、ナンバーワンと、オンリーワンがかかっており、自分らしく一番を目指すという意味を持っています。この名前は、彼らが自分たちらしさを大切にし、一番のパフォーマンスを追求していく決意を示すものです。ナンバー、愛の今後について、メンバーそれぞれがコメントを寄せました。 平野紫耀は、まずコンサートはやっていきたいと述べ、ファンとの再会を望む気持ちを表明しました。岸優太は、音楽を追求して、新たな自分に出会いたいと、自身の音楽への情熱を語りました。そして、ジングージュユタは、応援してくれるファンの皆さんが不安にならない活動と、ファンへの感謝の気持ちと信頼を示しました。ファンクラブについても、平野紫耀とジングージュユタのファンクラブは、今後、ナンバー、 愛のファンクラブとして活動することが決定されており、ファン同士のつながりがより一層強化されることでしょう。ナンバー、愛のメンバーは、それぞれが個性的で、多彩なエンターテイナーであり、彼らの新たなプロジェクトは業界内外から注目されています。このグループの活動がどのように展開され、どのような音楽やエンターテインメントを提供していくのか、多くのファンが楽しみにしています。この発表について、 ファンや業界関係者からは惨事と祝福の声が上がっており、ツイッターや各種 SNS で話題となっています。キングプリンスのメンバーとしての活動を経て、新たなステージでの活動に挑む彼らに対する期待は非常に高いものとなっております。結論。キングプリンスの元メンバーであるキシユ平タ、志ラ神宮寺優ジングウジユタが新たなエンターテイメントプロジェクトナンバー、愛を立ち上げ、 トベとの提携を発表しました。ファンにとっては、これは非常に喜ばしいニュースであり、彼らの新たなステージでの活動に期待が高まっています。ナンバー、愛のメンバーは、自分たちらしさを大切にし、一番のパフォーマンスを追求するという決意を込めて、新しいグループ名を選びました。今後、彼らの音楽とエンターテインメントに注目が集まり、ファンは彼らの成功を心から祈っています。彼らが、 ナンバー、愛としての新たな道を歩む姿勢は、ファンにとって非常に感動的であり、エンターテイメント業界に新たな風をもたらすことでしょう。